昨日3月4日にハセケン TV にてアップロードされた動画、平本蓮ってもう朝倉未来に勝てるんじゃない？その中でハセケンことワンチャンピオンシップファイター、長谷川健選手がマジっぽいトーンでタイトル通り、今やっても勝てるんじゃない？朝倉未来とでも普通に試合になると発言していて、平本蓮選手が明日3月6日にライジンランドマークで戦う鈴木千尋選手に関しても、一発いい打撃が当たっての交通事故的な負け方しか想像できない。それも 1-2% の確率、といった内容の発言もしていました。ただし鈴木千尋選手の情報として2018年にパンクラスのネオブラッドトーナメントで優勝しているのですが、ハセケン選手はこれをアマチュアの試合と勘違いしていたようなので、鈴木選手の情報は詳しく把握してないようでした。またハセケン選手は平本選手を今回の動画で1年でここまで強くなった選手は知る限りいないとまで評していました。平本選手の MMA キャリアは初めての試合だった2020年の大晦日からはまだ1年2ヶ月しか経っていないので、キャリア初期の強くなっていく成長曲線を考えると1年で別人というのは普通に練習していたら当たり前すぎて言うまでもないことなのですが、そこまで言うのならもしかしたら我々の想像を超えるような信じがたい成長を遂げているのかもしれません。ただハセケン選手は平本選手と現スポーツパレスで練習を共にする間柄でもあり、デビュー戦はセコンドにもついていて、自身の活動をしているザ・ワン TV でも対談するなど親密な関係でもあるので、ハセケン選手の平本票の高さはある程度差し引いて考えてみるのが自然なことでしょう。一方ライジンフェザー級王座に就いた斉藤豊選手も練習拠点としているケイブで、平本選手の MMA 指導を務めるライジン塾長こと石渡慎太郎さんは、ライジンランドマーク勝敗予想動画の中で当然ですが平本蓮勝利と予想。勝敗予想内容としては素っ気ないものでしたが、石渡さんは当日平本選手のセコンドにつく予定なので手の内を明かさないためにもそれは当然でしょう。勝敗予想の中で石渡さんは、一つ言うなら練習と試合って一回も同じだったことがない、試合当日平本蓮の進化が問われるとも述べるにとどめ、ハセケン選手ほどには強さや成長アピールをしていませんでした。平本選手が前回2020年大晦日に MMA デビュー戦を行うにあたって、ハセケン選手や現スポーツパレスでの練習仲間から平本選手が MMA ルーキーとは思えない強さを持っているという噂話が広まっていて、 K1 で立ち技選手としてトップクラスの実力を誇っていただけに、平本選手の MMA 転向初戦には大きな期待が寄せられていました。しかし MMA を始めて1年程度では、組やグラウンドの局面でどこまで何ができるのか未知数すぎて、その期待は幻想に過ぎず、その幻想は MMA デビュー戦の相手であった萩原恭平選手に完膚なきまでにかき消されてしまいました。その試合内容が、打撃を得意とするストライカーの萩原選手に組であっさり倒されてグラウンドで全く対処できず敗れてしまったものだったので、 MMA デビュー戦の負け方として当然予想できるものではありましたが、事前の幻想を膨らませすぎていた人たちにとってはあまりにがっかりすぎる内容のものでした。組とグラウンドを得意分野としていない萩原選手にその局面で圧倒されてしまったというのが、スタンド打撃一発で倒されて負けてしまうよりもインパクトのある負け方だったため、 MMA ファイターとしてはアマチュア含めたルーキーの息を出ないことを露呈してしまったことも手伝って、萩原選手の勝利後の言葉、アマチュアシュートからやり直した方がいいよという煽りが的を得る形となってしまいました。しかしあれから1年2ヶ月が過ぎて、平本選手はその間アメリカはウィスコンシン州にあるルーファスポーツで3ヶ月ほど練習を行ってもいます。平本選手は他に主たる仕事を持たない専業格闘家として1日を丸ごと格闘技に当てることもできているので、他の MMA 選手の成長スピードよりも早く強くなっていることは間違いないでしょう。それでもまだ浅い MMA キャリアを考えると、いくら強くなったって言っても普通に考えたら鈴木千尋選手相手じゃ不利でしょうというのが普通の見方なのですが、今回もまた周囲の評判が高く幻想が膨らんでいるため十分勝負になるという見方もなされています。もし平本選手が鈴木選手相手に打撃一発いいのを当てて勝ったという試合内容ではなく判定まで持ち込んだり、 MMA 的な試合局面で鈴木選手に互角に渡り合う展開がもしあれば、それはハセケン選手の言葉通り平本選手が常識を打ち破る驚異的な成長スピードを見せつけたということになるので、その瞬間に立ち会うことができるのか、壮大なドッキリ再びとならないことを祈りつつ、試合がどうなるのか非常に楽しみにしています。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。